な、起きとる。ゆな、起きんと知らんよ。ということで、おはようございます。今日はゆなの学校行く日のモーニングルーティーンを撮っていきたいと思います。寝坊をちょっとしちゃったんですけど、普段 お姉ちゃんに起こされて起きます。平日はね、普段はちょっと7時前とかに起きるんですけど、今日はちょっと7時過ぎぐらいかな、わかんないけど7時とかだと思います。じゃあ一人でちょっと準備していきます。ということで、顔を洗い終わったので次はスキンケアをしていきます。で、なんで私の部屋は真っ黒だったのに突然こんな白くてピンクい可愛い世界に入ってきたんですかみたいな感じに思う方いるかもしれないんですけど、私はね、お姉ちゃんが下でね、お昼ご飯じゃないわ、朝ご飯を食べてる時にこの広いスペースを借りてスキンケアをしています。ということで、じゃあスキンケアしていきますね。朝はとことん弱いので目が開いてない、大丈夫かなって感じのお顔です。まず最初にやっていくのがアベンドウォーターっていう、なんかコストコで300ミリのが3本あってめっちゃ安売りしたので買っちゃったやつです。アベンドウォーターは本当に私が信頼すぎてるやつですね。もうどんな時でもこれ使った時は間違いないって思ってるやつです。これはミスト状になってるんですけど、結構粒子が細かいのかな、だから浸透するし、めっちゃしっとりするの、本当に。はい、ということで次にヒルロイドローションを塗っていきます。私のルーティン動画とかではもう常連レベルでね出てくるねやつなんですけど、乳液みたいな感じで皮膚科からもらったやつです。気のせいかもしれないんですよ。冬になったから、まあ外に出なくなったし、みたいな。日差しも弱いし、みたいなことはあるかもしれないんですけど、これを塗ってから若干肌が白くなったような気がしている。夏に、本当に結構焼けたんですよ。自分自身全然焼けてる自覚なくて、周りには、焼けたねみたいな感じで言われて、悔しかったですよ。本当に。でも冬になってちょっと色が抜けたような気がする。もともと地黒なんで、真っ白みたいな子には、もう絶対なれないなとは思ってるんですけど。ちょっとはね、美白で痛いじゃんみたいなのはある。よし。次に塗るのは、ダラシンっていう、これも同じく皮膚科でもらったお薬なんですけど、本当にこれね、ニキビを鎮静する効果がすごくて、これを塗って過ごしてたら、なんとおでこのね、ニキビが、ほぼ全滅。さすがにマスクしてるからね、この辺は、ここから下とかはね、まだね、ニキビがね、あるんですけど。おでこはもう、ツルツルに結構なりました。こんな感じですね。朝とか夜のスキンケアは、結構日によって、肌の調子によって変えるんですけど、今日はこんな感じで、ちょっとしっとりめのね、保湿の日でしたね。前回は確か、ビューネ君を使った、ニキビ撲滅の日でしたね、あの日は。って感じで。スキンケアは終わりです。そろそろ多分お姉ちゃんがね、ご飯食べ終わって戻ってくる頃だと思うので、ちょっとしばしお待ちをしてます。はい、あ、もう髪の毛結んでよいしょ。あ、で、なんで髪の毛結んでもらってるのって話じゃないですか。だけど私は髪の毛を結ぶという行為が本当に苦手なんですよ。なのでお姉ちゃんが機嫌いい時だけ髪の毛を結んでもらってます。たまに喧嘩してる時とかはしぶしぶ自分で結ぶんですけど、めっちゃ低くなるしめっちゃ時間かかるから、やっぱお姉ちゃんが一番っていう感じです。今日はちょっとね、結構寝坊したのでキレートレモンだけで朝は済ませます。ちゃんと普段はね、食パンとかちゃんと食べながらがっつり食べますね、朝は結構。なのに今日は寝坊したからキレートレモンだけって。じゃあお願いします。普段だったら、もう、こんぐらい遅刻してるときは、大丈夫？大丈夫？やばくない？みたいな感じで騒がしいです。朝は比較的騒がしく
急いで家を出るって感じですね、普段。はい、ということで髪の毛を結び終わったので歯磨きをしていきます。ということでね、学校の準備をしていくんですけど、ハンカチとかはここにあります。カバンも学校指定なので出せないんですけど、ここにね、カバンが置いてあるのでそこに詰めていきたいと思います。ハンカチとティッシュ。さあ、今日は撮影だし気分が上がってるのでクロミちゃんを出します。これ、ね、100均にやってるんだけど、可愛くない？結構可愛くない？しかもさ、ちょっとちっちゃめだからさ、すごいいいの。可愛くないですか？ウインクとかしちゃって。しかも、ね、表情が違うのよ、見て。可愛すぎない？と思って。今日は、このクロミちゃんを使います。あとね、学校の胸ポケットとかに入れるやつを入れてて、こっから、まあ、今日欲しいなって思うやつを使います。で、なんで行くとき用に書いてるかっていうのは、なんか湿気とかでこれが必要だなとかって思うスプレーとかがあって、あとはなんか乾燥してたらスプレータイプの化粧水持ってったりとか、湿気湿気なんです今日。なので特に化粧水とか持ってく必要ないんですけど、やっぱね口は乾燥するのでリップと、あと鏡は2個持ってて、ポーチの中とこれがポケットの中とこれが胸ポケットの中、もう一つ筆箱にもらってて、鏡は4個持ってて、まあすごいねみたいな。こっちがね、拡大鏡のついたやつで、こっちが2倍で、こっちが普通のやつ。で、これは普通にピンクラテのなんですけど、なんかこの櫛とセットになってる感じがすごい可愛いっていうやつですね。これは大体胸ポケットに入れてます。で、胸ポケットには、手袋帳、荷物帳、鏡、櫛、リップ、そして、バーソーカー。で、こっちに化粧水が入ってるんですけど、マスクの下でもめっちゃ乾燥するんですよ、私。なんで乾燥したと思ったらパパパパってつけてなじませるって感じです。こっちが休日に遊びに行くみたいな感じの時に、こっちが黄色で、学校の時はこういうのがさ紫に揃ってるから紫色のキャップの方を使ってて、中に入れてるのは無印の化粧水なんですけど、それ使うとすぐにねしっとりするし少量でいいのでめっちゃ使ってる。これはめっちゃゆっくり紹介したいけど本当に時間がないの、時間がすごいやばいと思うので着替えます。はい、ということで今から着替えて、あとはお姉ちゃんと一緒に学校に行くだけです。まだ着替えてないから学校行くっていう実感が湧かないんだけど、もう本当に時間がそろそろ本当にやばい、7時50分ぐらいだと思います。8時ぐらいにはもう家出ないといけないので、これで動画終わりです。学校行く前の本当に素の私が出せたかなみたいな思ってるので、ぜひなんか参考にできる部分は参考にしてください。ということで、もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オン、そしてコメントよろしくお願いします。バイバーイ。チュッ。